星植松、アイアム12 years old。 どうかなどうかな、小太郎ちゃん。うん、いいんじゃない。で、僕も英語できるわけじゃないけど。はあ、お父さんたら急に知り合いのアメリカ人の女の子連れてくるっていうのも、もう超緊張。大丈夫だよ、いざとなったら同じ人間なんだから、なんとなく分かり合えるよ。でも自己紹介くらいできなきゃ日本の小学生の恥よ。負けず嫌いだな。小太郎ちゃん、もう一回聞いててね。うん、My name is コタロちゃん。ミシャさん、なんでベランダから入ってくるんですか。コタロちゃんから離れてください。こぼしちゃん、何してたすか。この前に離れろ。なんか変な言葉喋ってたすね。だから教えますから、コタロちゃんから離れてちゃんと座ってください。はいっす。じゃあ僕お茶入れますから。こぼしちゃん、何してたすか。英語の自己紹介の練習です。へえ、こぼしちゃん英語喋れるっすか。まあミシャさんは中学生なんだから英語の授業あるでしょ。てぃ、それがさっぱりなんす。こぼしちゃん、やってみせてほしいっす。うわあ、じゃあちょっと、My name is こぼし植松、 I am 12 years old。 終わりっすか。まだいっぱいできるけど、今はこれだけ。わあ、かっこいいっす。こぼしちゃんすごいっす。私も英語で自己紹介したいっす。教えてほしいっす。はあ、ミシャさんなら、My name is ミシャ。I am 14だから14 years old。 My name is ミシャ。 I am お約束ですけど、とは抜かしてください。はいっす。My name is ミシャ。 I am 14 years old。 オールドっす。すって英語的にはどうなんだろう。どうすかどうすか。いいんじゃないでしょうか。はい、英語喋ったっす。My name is 子供みたい。こぼしちゃん、もっと教えてほしいっす。英語で好きってなんて言うすか。好きは確か like ですけど、I like ケーキとか言うんです。ほー、 I like すか。 I like、 しまった。ミシャさん英語でコタロちゃんに愛の告白。私ったらライバルになんてことを教えてしまったの。 No！ I like、 I like す。でもいいアイディア、英語なら照れずに言えちゃうかも。そうよ、私はライクよりもっと上のラブで行くわ。大人の言葉、ラビューよ。お茶菓子エビセンでいいですよね。コタロウくん、こぼしちゃんがいい言葉教えてくれたっすよ。どさくさに紛れて早速負けるもんですか。アイライク、コタロウちゃん、アイラブ、こぼしちゃんす。アイライク、こぼしちゃんす。いい言葉ですね。ありがとうございます。